はい、どうもトラキチです。今回はですね、契約書を引きたいなと思います。ゴールド契約書が10枚ありますんで、それを開封します。はい、A ランクジジムとかね、 A ランクとか S ランク 30% 契約書とかあるんですけども、まあこれは、シリーズ2完全移行までちょっと置いとこうかなと今思ってます。はい、とりあえずゴールド契約書は開封します。10枚ありますんで、5枚ずつ行こうかなと思います。それでは早速いきます。1,2,3,4,5 枚ですね。まあもちろん阪神の A ランク以上の選手が欲しいです。それではいきます。こい、厳しいか。おお、 A ランク以上、 A ランク以上来た、 A ランク以上来た。割れろ、割れてくれ、割れない。おお、 A ランク以上来た。さあ石川選手来い、平田選手、吉見選手、うん、和道選手、最後ですね。これが A ランク以上です。いきます。うん、柳選手シリーズ2、A ランクいきなり来ました、1枚。いや、よかったです。はい。それではもう5枚いきますね。いきなりちょっと A ランク以上来たんで、A ランク来たんで、幸先よく、できれば S ランクもね、来てもらいたいなと思います。はい、5枚。A ランク以上の阪神の選手、お願いします。さあ、来い。では、厳しいか。ミラク、久保選手、岡田選手、野間選手、星選手、上林選手。はい、全部 B ランクでしたね。まあまあ、一応10枚で A ランク1人来ましたんでね、よかったかなと思います。現在11月4日の、朝の9時過ぎなんですけども、エージェントエースの方はね、一応順調にいってます。まあ、合計オーダーポイントは全部、前回も言いましたようにね、もう全部取りました。累計チケットの方なんですけども、今690枚、あとまあ310枚で1000までいきますんでね、まあ十分、まだあと2日以上ありますんで、十分いけるかなと思ってます。で、ミッションの方ですね。ミッションの方も、あと、極みがね、あと1人ですね。4名中3名いってますんで、あと1人です。まあ、これもまあ、時間の問題かなと思ってます。はい、こういう感じですね。まあ、大抽選会の方なんですけども、こちらはもう、前回と同様、全部、A 賞に突っ込んでます。1枚あるんで、これも突っ込んでおきます。はい。現在24枚。全部 A 賞です。まあ前回もね、もちろん、1枚も当たってませんけども、まあ今回もおそらくエナジーに変わるとは思うんですけどね。まあそれでも、ちょっと夢あるかなと思って入れてます。はい。今回はこんな感じです。ゴールド契約書でね、10枚開封して、1枚 A ランクありましたんでね、まあ良かったかなと思ってます。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチでした。